ドラマをきっかけに現在人気急上昇中で、ドラマだけではなくバラエティ番組などにも出演が増えている俳優の田中圭。そんな田中圭が飲み会でイライラする行動を語ったという。女性芸能人が男性ゲストにビリリと毒舌を振るうバラエティ番組、妄想膨らむふぐ女たち、読売テレビ。 その第3弾が2時間 SP となって9月27日のゴールデンタイムに放送が決定。フグ女の久本雅美、加藤綾子、佐藤ひとみらが、俳優、田中圭について好き勝手に妄想する。 大人気ドラマ、オッサンズラブ、ね一役、時の人、となった田中系について、どんな時にイラッとしそうをテーマに女性陣が勝手に妄想。すると、田中は、基本、適当。イラッとしないんですよ。なんでもいいじゃんって。でも、飲み会中にイチャイチャする人が嫌い。 熱い話をしているのに、イチャイチャして、もう,う,う,う、とか言ってると、あっ、って思う、と。和を乱す人にはイラッとすると告白。また、好きな女性のタイプの話題となると、田中は、すごくくだらないことでも楽しそうにしゃべる子に弱いです、と明かす。LINE のアイコンはどんな画像にしてそう。 という妄想テーマでは、田中が実際に使っている LINE のアイコン写真を公開。茶目っけたっぷりのマル秘写真にスタジオは大爆笑に。この模様は9月27日夜9時から放送される。